まあ、3日に1回ぐらいは見てるから。来た、ちょ、ピーナッツくん黙って、すいません、ピーナッツくんとザハラくんとギルザレンさんの対談の動画見てた。はい、卵買える、来い。さあ、イケメンゲンさんが送ってくれた卵、一体どんなイケメンのポニョンが出てくるのでしょうか。今帰ります。うわ、お前かい。ゲーン、自分のリカリオが子供を産んだからって押し付けやがったな。育てんのめんどくさいってあったんかな。体からするヘッドウェイ、こうやって悲しい時に強めにピンチを仲間に伝える。はい、じゃあ名前はケンで。どうも、ゴマでーす。はい、ゲンの子供ケンが出てきたわけやけど、こいつはちょっと申し訳ないけどボックス送りやな。で、まあ今回チャンチュ君と一緒に銀河団と戦いに行く流れになると思うけど、ちょっと気分一新して違うポケモンに連れていく。ちょっとフリスビー、岩井さん、ファルコン、ヒロミちゃん、ユイチ君はボックスで今回待機してもらおうかな。まあ今のところこの5人はレギュラー入りしてるから、残り1枠をね、なんか争ってもらおうかな、こいつらに。鈴村さん、谷口さん、嘘つき X、スリザリン、ウサラビさんにね。ウサラビさんはええわ。ウサラビさんはええわ。残り1体、適当に。あ、こいつ捕まえたんですよ、ニューラー。名前監督にしたけど。腕組んでるやろ？これ地下洞窟にいたんですけど、ちょっとなんか腕組んでるのが、後方で、なんかうんうんってうなってる監督みたいな感じがね、腹立つやろ。これは富士さんやから、富士葵ちゃん。あ、富士葵ちゃん入れてみる？レベル高いし。あれやもんな、前回のジムリーダー愛用してたからね。受け継いだという感じで。ああ、スタッフ入れとくか。よし。じゃあ、この6人で、残り1枠を争ってもらいましょう。まあ、レベル低い鈴村さんとスタッフをメインで使っていこうかな。次のジム戦あたりまで頑張って、この6人で行こうかなと思います。はい、やっていきましょう。みんなよろしくな。ちょっとまあ慣れてへんみんなやから、ちょっと苦戦するかもしれんけど、頑張っていこうぜ。で、ジムリーダー倒したから、湖の見張りしてた銀河団が多分消えてると思うんですよね。あー、まだいるけど、届いてんな。何してんの？サボってんの？3つの湖のポケモンたちは何かで繋がっているらしいな。立志湖は爆破したら真ん中に洞窟が出てきたぞ。そうっすか。お前も湖のポケモンも雪の中は暇なやつだ。君ら見張りどうしたん？なんで急にサボり始めてんの？せめて僕とバトルしようや。僕新しいポケモン連れてきたんすよ、君らと戦うために。はぁ、がっかりやわ、あいつらには。マジであいつら存在感。おぉ、チャンチュー、また戦ってたん。畜生、銀河ダメ。どうした、負けてんの？ふん、もう終わり。僕から見たらジュピターさんがちょっと終わりかけてるけどね。もうこれあれやん、チャンチュ君一押しでジュピターさん終わるで、ガキから落ちるで。カサスやん、カサス。火曜サスペンス劇場見たことないけど。あなたのポケモンはまあまあ、でもあなたが弱いものね。それでは湖のポケモンを助けるなんて無理な話。ポケモンチャンピオンだって諦めた方がいいわね。それにしてもここ寒すぎるわ。トバレの足取りに戻りましょう。ね、足片方肌出してるもんな。あ、僕戦う？どうも。あら、あなた白帯であったわね。あったね。いい？これから銀河団はみんなのためにすごいことをする。だからポケモンがかわいそうとかくだらないことで私たちの邪魔をするのをやめてほしいわけ。トバレのアジトに乗り込んできても意味ないのよ。トバレですね。わかりました。では失礼。戦わへんねや。ちゃんちゃん負けたん？予想通りやわ。そうだよ、銀河団相手に何もできなかったんだよ。戦ったやろ一応。あのユクシーとか言われていたポケモンすごく辛そうだった。あ、見たん？伝説のポケモン。僕見てへんねん。湖全部回ったけど僕何も見てへんねんけど。ちゃんちゅう、俺強くなる。なんか勝ち負けとかそういうのじゃなくて強くならないとダメなんだ。そうっすか。なんでそんなすぐどっか行こうとすんの？そんな僕と一緒にいるの嫌なん？じゃあこれはどっかの町行かなかんやんな。そこね。トバリシティ。じゃあ行きましょうか。よし。多分この上のビルだと思う。ここじゃなかったっけ？あーっぽいのいるね。どうも。どうだ、このアンテナ。詳しいことは知らないが、とにかくすぐアンテナだ。5G かな。いやいや、お前は俺を覚えていなくても俺はお前を覚えている。お前のせいでピップは取り上げられ、相方は田舎に帰り、知らない、俺は倉庫の鍵なんて知らないぞ。それ倉庫の鍵ですか？何、今ピッピーで言ったから見張りしてたやつかな。ありがとう。あいつの存在いいよ。もうアイテムだけ置いといてくれたらそれでよかったわ。
あ、ここ入れるんや。失礼します。こんにちは。お子様ね、大きくなったら仲間にしてあげる、今してくれてもいいやで。こんな即戦力なかなかないよ。で、ここから入れる。専用の鍵がないとあげられない仕組みのドアだ。すいません、ちょっとあげてもらっていいですか。いらっしゃいませ。こちらリンガ団アジトではなくリンガ飛ばレベル受付です。宇宙エネルギー今の掛け声合言葉かな。自由に使えると素晴らしいと思いませんか。あ、裏口から入らなあかんパターンか。倉庫の裏口から入れるんかな。ここは一回来たことあるよね。すいません、ここ 入らせてもらっていいですか。いやいや、どうしたことだ。君は鍵を持っているのかい。持っているかどうか知らないけど、倉庫の鍵はアジトの前にいる仲間が持っているはずだよ。持ってるよ。あれ、そういうことじゃない。サービスでは扉がある。鍵で開けないと進めない。倉庫の鍵を使いますか。鍵穴あんの、このドア。サービスで扉が開いた。使った倉庫の鍵は根元から折れてしまったやっちゃった。ちょっとオーランド行ってや、ごめんな。あ、同じ話しかしんや、こいつ。闇の石。こう今僕の手持ちのポケモンに闇の心を芽生えてるやつがいるかな。スリザリンとか行くんちゃう。うん、誰もないわ。これで谷口さんがさらに闇の石で進化した。めっちゃ驚いた今日ね。調べらへん。じゃあここから銀河団編に入るんかな。ここで銀河団ぶっ潰すとかある。あるかもしれんな。もうジムリーダー最後やしの次で。このアジトに忍び込んできたのはお前が初めてだぜ。ワクワクしてたよな。誰も今まで忍び込んでこうへんと廊下をずっと見張りしてたよ君。ついに忍び込んできたやつがいたって。これはワクワクしてんだよ。ドクケイル、虫ポケモンか。いけ鈴村さん、かわいい。鈴村さん、その開くことのない口であくびしろ。ドクドク。おお、毒になった。これはきついぞ鈴村さん。長期戦になってしまう。どうとか聞くん鈴村さん。鈴村さんもう鉄やん、武器物やろ。はい、あくび。2ターン後にお前は眠る。ベノムショック。毒状態の時に攻撃力が上がる技や。痛い鈴村さん、これはまずい。念力で吸収なされ。はい、残念鈴村さん、これは交代や。しゃあない、しゃあない鈴村さん。どんまいどんまい、気にするな。相手を眠らしてるから成果あったよ。このレベル差でよくやった。言うて1しか変わってへんけど。さあ、久しぶりの登場。嘘つき X。 うわ、姿は変わったけどな。何やその土佐か。リーゼント気取りかお前。嘘つき X、 クソ強いねんな。覚える技も強いし、ステータスも高いもん。ツバメ返し。ほら、飛んでるやつより上を飛んでるからね。もうすでにナチュラルの状態で見下してるから。インファイトも強いんですよね。なんで格闘技覚えんねんってね。進化した瞬間この技覚えたんですよ。めっちゃ威力高いのこの技。使った後威力下がるけどさ、大体もうこの一撃で勝負決まってるからね。はい、ツバメ返し。こいつは普通にね、強すぎて逆にレギュラー入りさせにくいっていう。ありがとう、楽しかったわ銀河団。なるほど、強いからってうぬぼれてるな嘘つき X に言ったんかな。うぬぼれてるところあるよ彼は。我々のアジトを荒らすお前一体何者だ、うん、そんな男みたいな口調を使って、そんなダサいポーズして、だからモテへんねんぞお前。銀河団って名前ないんやね。だいたいあれや、なんか短パン小僧のたけしとかそんな名前で出るやん。でも銀河団は銀河団の下っ端って言われるよね。男と女の違いすらないんやなこいつら。とりあえずあくびで。あくびの強いところってさ、命中率 100% のところよな。状態異常させる技って大抵なんかね、命中率低かったりするけど、確実に当てられるのでかいよな。仲間作り。ぴょーん。あー、かわいいかわいいかわいい。わー、かわいいポケモンとかわいいポケモンがかわいいことしてる。そしてマイペースから浮遊になりました相手が。さあ、この行動に一見意味がないと皆さん思うでしょう。この辺り念力するじゃん。相手は眠った。いけ念力、鈴村さん頑張れ。さあ、そして、ね、混乱した。もう相手めちゃくちゃやん。寝てるし混乱してるし、絶対悪夢見れるやん。でこの状況でね、とっておきという技を僕は使いたい。この技はね、戦闘中に覚えてる技を全て使うと初めて出せるとっておきの技。僕も今から初めて使います。これが鈴村さんのとっておき。くらえ。はあ、おお、そんな威力ない。え、鈴村さんこれ物理やからあかんのかな。念力、いけ鈴村さん。いいよ、強いポケモントレーナーだな。ありがとう。
くもらっているのは覚えておいて。攻撃めっちゃ低いやん、鈴村さん。特攻に比べて半分やん。そらあかんわ。いや、とっておきって技を見つけたときさ、鈴村さん、これメインでなんか頑張って戦う気にしようと思ったけど、これじゃちょっとあかんな。念力主体になってしまうな。念力って、もうレベル30、40の時代やで、僕ら。もうちょっと強い技覚えてほしいな。よし、行きましょう。技マシンで技を覚えさせました。何を覚えたかは、ご想像にお任せします。実戦で見せてあげましょう。すいません、バトルしませんか。ふう、もう少しで幹部になれるかもしれない、俺様。お前を倒して偉大なボスに認めてもらおう。ケムッソ。ケムッソじゃちょっと幹部無理かな。厳しいよ君、それで幹部は。そいつを愛用してるレベルじゃちょっとあかんよね。さあ、新技いけ。鈴村さん、シャドーボール。おっそ。ケムッソじゃなかったらかわされったな。ケムッソやからよかったわ。そしてさらなる技、電撃波。いいよ。いいね。丸い体でシャドーボール打って黄色い体で電撃波ですよ。意外とそれっぽくなったな。ドッケール、まあ、見た目の華やかさが違うわ。どっちが好きって言われたら絶対鈴村さんでしょ。みんなやめてー、効果マスク。鈴村さーん、鈴っちー。さあ、またね、一回ポケモンセンターに帰って回復してきたけど、鈴村さん大丈夫、いける？もう嫌になってへん、戦うの。あ、喋りかけられへん。鈴村さん、鈴村さん、無口じゃなかった？あ、喋った。鈴村さんは僕らを見てうなずいた。お、いける言うてる。いっか、鈴村さん。頑張ろう。もう若干、あれやかね、残り一枠、鈴村さんに僕譲る気満々やからね。今回残りの一枠を決めようとか言ったけど、もう心の中では僕ほぼ鈴村さんに決まってるからね。万が一他の奴らがね、すごい活躍したら変えるけど。あ、じゃあお前のような汚い子供が汚すなよ。誰に向かって汚い言うてんねん。お前自分の顔、自分の顔鏡で見てこいや。うわ、汚ね顔。前髪のその一本伸ばしてる感じが汚いわ。インゲラー、来たな。同タイプ対決。エスパー同士の対決や。そしてこっちは多彩の技を持ってるからね。サイコショック。あー、ショック。めっちゃ食らうやん。ショックやわ。効果今一つでその威力か。シャドーボールを食らえ。さあ、ミュウツーお得意の技。U2 は連発できるけどね、頑張って鈴村さんは一つしか出せん。可愛いやろ。そういう頑張るところでね、皆さんからの評価を得てるから、鈴村さん。もう可愛いし頑張る。でもちょっと弱いところがある。そっか、逆に可愛いよね。鈴村さん、嘘。急所に当たる。もう全身急所やからな。行ってくれ、藤葵ちゃん。葵ちゃん。ピーナッツくんのです。IQ フラッシュ、うざいな。最高気にしです。しかし山のような葵ちゃんには効かないと思ったけど、結構効いたな。いけ葵ちゃん、ウッドハンマー。あー、かっこいい。この技、ポケモンにあるまじき暴力性。いけスタフィー。はい、かわいい。安定のかわいさやな、スタフィーや。戦闘で見せるの初めてかもね。結構裏で扱ってるんですよ。バブル光線、いけ。さあ、泡の攻撃が果たして効くのだろうかっていう疑問はある。今日ね、しっかり効くんですよ。最高キネシス。ちょっとレベル差あるからな、怖いな。いいよ、スタフィー。結構耐えてる。ちょ、藤葵ちゃんのあられが邪魔すぎる。はい、バブル弾けた。くそ、鈴村さんのために一回ポケモンセンター帰ったのに、また帰らなあかん。めんどくさいけど僕は帰るよ。鈴村さん可愛いから。可愛い子のためには僕は手間を惜しまへんからね。鈴村さん大丈夫？治った傷。お、ニコッとコブラを見た。かわいいな、鈴村さんは。ちょっとファッション変えてくるわ、服変えてくるわ。気分変えよう、今回は気分変える回やから。いやー、でもこうなかったら僕サイバースタイルかなって思うけど。ゲーマーっぽいやん。いや、でもこれ恥ずかしいよな。うわ、めっちゃ光ってる。ゲーマーや。ゲーマー服。なんていうのこれ、ゲーミング服。ゲーミングウェアやん。侵入者発見、お前怪しいぞ。そんな光ってるからね。まさかこんな光ってる、全身光ってる服着てるやつが潜入してると思わへんよね。いけ、シャドーボール。かわいいかわいい言われ続けてきた鈴村さんやからこそね、ちょっとストレス溜まってるんですよ。もうかわいいことは分かってんねん、いちいち出すなって口にね、そんなこと。ジャイロボール、ほら聞かへん。もうかわいい以外の褒め方ないんかっていうね。でもこれはね、鈴村さん分かってるんですよ、自分で。かわいいところしか取り得ないからかわいいって言われんねんな。
いつか強い強い鈴村さん強いって言われたいっていう、そういうね反骨的な意思があるのがね、ちょっと黒い意思として出ちゃってるのがシャドーボールやからね。スカンプね、まあ迷った時も卒業 X をご利用せるからこいつで。スカンプレベル36でまだ進化してんのは多分君のトレーナーとしての資質の問題やで。トレーナーのあなたのために働きたいっていうね感情はないからやで、このスカンプではな。ほらもうずっと今のままでいいわっていうね向上心のなさは出てるもんな。独特やめてくれへん、ね、君と違って僕らの戦いは君で終わらないんですよ。この戦いがラストじゃないんですよ。君はこの戦いで終わりやけどさ、僕らはね次の戦いってのがあるんですよね。それやの独独するってほんま嫌がらせの人間でもないんで。誘惑スカンプうぜ君は死ぬからそんなさ適当な中派手なことしてもいいかもしれんけどさ、僕ら次があるんよ。分かってる限りかな。怪しいやつに負けた、うぜえなこいつ。自分のことばっか。鈴村さん弱いな毎回戦闘終わるたびにポケモンセンター帰ってるわあー微妙、これはまた負けるか。よ混乱した混乱して、こっちもどかやな。すまん大丈夫、死なんといてや死なんといてや。お耐えた耐えた、よくやった鈴村さん、褒めてあげる。さあこういう圧倒的有利な状況に出てくるのがスリザリンね。相変わらず卑怯な男ですよ。もう乗ってるわ、乗りに乗ってるわ。毒毒の牙、毒とか効かへんから、存在が毒やぞこっちは。びっくりした、よかった毒になるかと思ったわ。逆に今毒になったか面白かったけどね、スリザリン。そういう空気読めんところあるよな君。よう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 ってずっと言ってるからこいつ。おれうん、ライフ1ですよ向こう。さあ毒好き行け。あー卑怯卑怯すぎる。なんなのその勢い、よく見たらだいぶミニスカーだよねこの子。包帯履いてるから恥ずかしくない。もうおっと藤葵さん何もしてへんのに進化しちゃう。前回のね鈴菜さんのあれや持ちキャラになっちゃうやんこれ。前回でネタバレ食らってるからそんなワクワクしへんじゃん。わあ、富士山要素なくなったおめでとう富士葵は雪の方に進化したこの一文面白いやん。わあでか、枠に収まってへんで。万年雪の積もる山で暮らしブリザードを巻き起こす雪男の正体だ。うわ衝撃の事実。男なんや富士葵さんって。レートパンチいいな、男らしい技覚えるね。おやっと氷技覚えてくれた。ネオハルは捨てる僕ネオハル嫌な思い出しかないねんけど、大食いさんのせいやけどねこれは。心を込めて預かります。続いてはポケモン預かり屋、預かり屋に興味あんの。銀河団のボスの研究の邪魔させない、バトルするんかい。テレビの話してくるよそこは。ユンゲラー、さあ来てこい葵ちゃん。富士葵でーす。ごめん葵ちゃんの挨拶とか知らんねん。葵ちゃんちょっとね、あられ振らすのちょっとめんどくさいからやめてくれへん。尺取るんよ若干。さあ新技冷凍パンチ。葵さんなんか背中の突起は何なの、めっちゃ気になるわ。背中の4つの突起何あれ。葵ちゃんパンチ強い強すぎる、暴力的な強さ。勝てなかった、かっこ悪い。ちょっと足が遅いのがあれやけどだいぶ強いね。銀河団の仮眠室、ベッドを調べて誰もいないか確かめてからぐっすり眠るといい。めっちゃ優しい、ホワイト企業になっちゃう。でもブラックの可能性もあるよね。もうベッドあるからさ常に会社にいろみたいな、会社で寝泊まりしたらええやんっていう。銀河団のビルを好き勝手に見学するツアーは楽しかったかい。それうまい言い回しのつもりかお前。ちっこいトレーナーさん、あなた銀河団でも有名よ。だってあなたを倒せば出世できるって話を。もう尋ね物になってるよね銀河団の中には。中ではこの統一感のないポーズないでお前ら、ほんま女の方のポーズなんなんて思うね。おグレックル出てるやん。いけ藤葵スタッフィーバブル光線。あーバブリーやわ、いいね。ベノムショック、おお葵ちゃん毒効果抜群なんや。汚れないからな葵ちゃん。誘爆誘爆うぜえ。誘爆ってなんだろう、爆発起きてへんのに誘爆が起こる意味わからへんねんけど。全然誘われてへんやん。毒
好き。痛い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 。くそー、両方毒タイプやったか。意外と状況悪い状況出しちゃったよな。うわあ、卑怯。顔から卑怯がにじみ出てるわ、あいつら。葵ちゃーん、敵を取ってくれ、鈴村さん。はい、可愛いコンビ、うちのマスコットコンビね。バブル光線、バブリー、いいね。鈴村さん、することなくなったよ。さあ、何もないところに念力をする、それは決まらへんわっていう。葵ちゃんの出したあられが邪魔やねんけど。わあ、強い。なんでや、なんで鈴村さんが出た途端スタッフに本気出してんねん。もう鈴村さん、何もないところに念力してるよ、さっきから。頭おかしい人と思われちゃうやん。みんな念力って人生で一回はしたことあるよね。 なんかめっちゃ力送ったことやれよ、何かに。なんか部屋に置いてあるしょうもないケースとかさ、めっちゃにらみつけてさ、動け動けって念じたことあるやろ。多分誰しもが生涯で一度は念力をね、本気でやったことあると思う。動いたことはないと思うけど。親フラ食らいました。お母さんが急に僕の部屋乱入してきたんで、次の日になりました。上登ったやの。よし、頑張っていこう。鈴村さん、どういうテンションでやったっけ、忘れたわ。こんなところにアメちゃんをしてますよ。なんで拾うねん、こんなところに。絶対ゴミやん、絶対食うなよ、主人公。それこいつ食わずにポケモンにあげようとしてるよ。お、あれは何だったっけ。赤木さんや。お邪魔す、こんにちは。そうか、君が報告にあった銀河団に逆らっているポケモントレーナーか。いや、向こうから仕掛けてくるんですけどね。どっちかというとね、君ら銀河団が僕に逆らってるんですよ。こんな子供とは思わなかった。銀河団の幹部たちが手こずらされたと聞いていたのでね。ここに来た理由はわかる。エムリット、アグノム、ユクシーの3匹のポケモンのことだろう。あ、それそれ忘れたわ。あのポケモンたちはもう必要ない。あ、必要ないの。じゃあちょうだい。君が引き取ってくれるなら処分する手間が省ける。ありがとう。従順したまえ。お、和解できたやん。だがその前に銀河団に立てつく君の力を見せてもらいたい。なんでや。こいつ一見平和主義者に見えて実力行使するんやね。大丈夫ですか、そんな力ダメージみたいなので戦っちゃって。ここで負けたら銀河団終わりってことやぞ。ね、悪のボスがこんなね、少年にやられたなんて知られたら面目丸つぶれですよ。行ってください、藤井葵さん。葵ちゃーん、ミキフラしちゃうから、アラレフラしちゃうから。部屋の中やったのに、部屋の中やったらいつの間にか宇宙にいるからね。翼で撃つ。あー、こう見えて葵ちゃん草タイプ。レートパンチ。冷凍である必要全然ないけどね、頼むパンチやもん。葵ちゃん、もう一回いける。相手上飛行タイプやけどね。こっちは相性悪いし、向こうも相性悪いからね。冷凍パンチでいける。向こうの一撃を耐えられるかどうかや、葵ちゃん。いけ、バカめ。嫌な音出してる暇なんてあったんですか。あの口からよう嫌な音出せんな。OK。わ、生き残ったか。葵ちゃんの右腕を耐えるとはなかなかやるじゃないか。おー、やっちゃうね。さすが悪の組織。ジムリーダーやったら腹立つけど、悪の組織やったらさすがと思うわ。でも、全回復してんで。それはちょっと悪手じゃない、悪の組織だけに。自分の判断すら悪い方向に行くんやな、悪の組織って。オッケー、鈴村さん。あー、怖い。鈴村さん、揺れるたびに真ん中アウトが動くからチリンチリになるんですよね。最後のポケモンか。こっち、自分やね。まるで僕が最後のポケモンかみたいな言い方してたけどさ、そっちですよ、最後のポケモン。メタルクロー。よし、耐えた。あくび。次の一撃も食らうかもしれんけどね、その次のターンこいつは眠るから。これが鈴村さんの真骨頂よ。ちょっとあやっとしいな。いけ、爪取り。おお、そんなことしてる暇あるんですか。そんなことしてる暇あんの。爪取りてる隙に寝ちゃうよ君。どういう状態ってあるけどね。あ、分かる。僕も最近動画編集中寝ちゃうからね、そういうことよね。うわ、効かねえ。出たけどこれはまずいぞ。これはシャドーボールで特防詐欺を下がるか割と運やけど。いけ、シャドーボール、この憎しみを力に変えて。下がれ、特防下がれ。
あー、プリムジェンチ、プリムジェンチ。ちょ、鈴村さんあかんわ。鈴村さんまたあかんわ。まあちょっと戦い慣れしてん。可愛いだけおさずやから。真の可愛さ見せてくれた井口さん。アイドルー、アイドルー。さあ、向こう目を覚ました。メタルクロー。はい、気づけた。アイドルのビブを気づけた。やっちゃった、井口さん。いけ。はい、当てちゃうんだよな。これがアイドルのパワーやな。出た瞬間、向こうの心は麻痺しているよね。アイドルに心奪われちゃってるもん。さあ、ここでギガドレインよ。いけ、谷口さん、ギガドレイン、吸い取れ。アイドルにキスされてんで、ニューラさん。渋谷程度にさらにキスされて、もう脳みそおかしくなってるんちゃう？オーラも耐えきれずに、自分の隠してるピン食べちゃった。ボンド見て、だいぶ処分持ってるね。痛い、メタルクロー。時に研いだメタルクロー、しかし半分もいかない。これが谷口さんよ。一度パーティーから出されるっていうきつい目やってるからね。さらにアイドル世界で生まれてきたから、それは耐久力もあるよ。谷口さんやりました。おお、よかったな。悪の組織のくせにアイドルにお目にかかれてよ。面白い、そして興味深い。やめて、僕の谷口さんと遊んでいてや。なんで負けたくせにこいつ負けてへん風やねん。なるほど、強い。そしてその力の源はポケモンへの優しさというわけだ。分かってるやんけ。もったいない。そんなものはまやかしだ。見えないものは揺らぎ、消えてしまうものなのだ。散ってしまえばなくなるものだ。だから私は全ての感情を殺した。だから繋がってるそれ。まあいい、君とは分かり合えないだろう。ただ一人で来た君のその強さと勇気を認め、これを進呈しよう。なんか片言みたいな勉強、こいつの喋り方。あ、ありがとう。めっちゃいいもんくれるやん。コムラ、マスターボール、はい。そのマスターボールはどんなポケモンでも捕まえる究極のモンスターボール。だがこの私には必要ない。君たちトレーナーのようにポケモンパートナーとはしない。他の銀河団のようにポケモンを道具にもしない。私のポケモンに、私はポケモンの力を私自身の力とする。それ道具じゃないの、銀河団さん。湖のポケモンたちを助けるならこの先のワープパネルの方がいい。では私は天岩山に向かう。なんで行き先を教えてくれるの。そう、君と初めて出会った場所。え、僕に恋してんの、もしかしてこいつ。そっから頂上に登り、すべてを終わらせる。いや、すべてを始めよう。なんかあいつ気持ち悪い。助けに来たぞ、伝説のポケモン。名前忘れたけど。あ、どうも。銀河団を手伝っていたが、今回の実験は。何？今回の実験は何？ホルマリン付けにされてるやん。ポケモンってこんなグロテスクなことあんの？あ、可愛い人いる。さすがに何も言えない。それに作り出されたあれ、一体何に使うのかしら。なんか作り出したん？人工ポケモンがいんの、ミュウツーみたいな。あ、幹部。あ、これ伝説のポケモン。わあ、思ったより弱そう。ちょっとこれもらえる聞いたんですけど、お前ポケモンを助けるためにわざわざここまで。いつものことながらボスの考えはわからない。なぜこんな子供を自由にさせておくのか。私たち銀河団は必要なものを独占し、いらないものは捨てるだけ。まあいい、せっかく来てくれたんだ。銀河なんなりのもてなしをしよう。それに湖でやられたそのリベンジもある。戦うの？さっきボス倒したところですよ。ボスの前に来いや。幹部の辛い腰が。さあ、ユンキだ。よう見るわ。幹部のくせによう見る部分も出しやがってよ。藤井葵ちゃん、行ってください。葵ちゃーん、行くぞ、ウッドハンマー。葵ちゃん以上のハンマーが出てきた。強い。もうゴミ押し、ひねり潰してるからね。めっちゃライフ減る、この技。モロハの剣やな、ハンマーやけど。いけ、鈴村さん、かわいい。雨に濡れてもかわいい。やめて。鈴村さん弱。いけ、スリザリン。ほーら、ラップバトルの始まりよ。ここは一回おだてるか。おー、お前のラップすごいやん。あ、乗ってる乗ってる。すごいわ。特攻上がっちゃった。でも混乱するんだよな。調子乗りすぎてるんやろな今。瓦割りケー、聞かへん。ここからリベンジを。僕ら、さあ、まさかの殴り合い。あんな効果今やつだろうな。乾燥肌、何それ。なんで回復したん。乾燥肌で何で回復すんの。雨のせい。乾燥肌やと雨やと回復するの意味わからんねんけど。毒好きで毒ならへんかな。はい、着いた。いけ。結構食らう、結構食らう。スリザリン、あ、九州に当たったんか。思ったより攻撃力高いかと思った。だだだだだ、笑んといて、そんなに。
この混乱全く意味なかったやん。さあギリギリの戦い。さあ向こうはたびたび回復するからだいぶ不利な状態ではありますが、この一撃で決めろ毒好き。お前の命もらい受ける。残った、もらい受けられへんだ。スリザリン、不利な状態では勝てへんか。乾燥肌やめろ、意味わからん。はい、スタビ行ってください。雨降ってるからね。もうバブル光線で一発よ。あ、え、あかん、天敵やった。スタッフィーさん、この技しかないんです、攻撃技。乾燥肌って雨だけじゃなくてもう水攻撃全部あかんのか。うちのスリザリン乾燥肌持ってへんねんけど、それはどういうことなんですかね。はい、ツバメ返し。苦戦したわ、こんなやつに。こんなラップ刻んでるやつに。とりあえず上位に入れといたら乗れてると思ってるやついるよな。よっしゃ、今度こそスタッフィー頑張って。ああかわいい。もうなんか伝説ポケモン3匹近くにいるけど、スタッフィーもその一員なんじゃないかっていうぐらいのビジュアルしてるよな。バブル光線、これが本当の伝説の力よ。あんま聞かへん、あんま聞かへん。あー、怖い怖い怖い。脳みそか。かわいいスタッフィーのやられ姿。バブル光線、バブリー。 OK。 おー、怪しい光。あいつの存在自体も怪しいけどな。なんで浮いてんのあいつ。頑張って、こんなの剣といてや。スタフィー、スタフィー。向こうのスリザリンは混乱一切効かへんだろ。わあ、ただでさえ混乱してんのに脳みそ浮かされちゃうよ。 OK、 ナイス、混乱に打ち勝った。ふう、バブリー、やりました。やりゃん、君ボスより強いんちゃう。強いだが哀れだな。なんで侮辱されなあかんの。意味わからんねんけど、どこが哀れなんですか。ちょ、詳しく教えて。くっ、なぜお前はそんなに強い。まあいい、この3匹はお前が好きにしろ。このマシンのボタンを押せば自由にしてやれる。はい、意外と律儀やね。早くボタンを押して助けてやれ。そのために来たんだろ。ボタンじゃないよな、押した瞬間爆発がしいんよな。ボタンを押してポケモンたちを助けますか。はいはい、助けた。え、ボスは3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。それこそが天眼山で何かをつなぎ飛べるために必要なものらしい。もっともボスが天眼山で何をするつもりなのか私も知らないがな。スタンさんめっちゃ釣り目やね。消えたんやけど。え、全員消えたんやけど。助けた伝説のポケモンも消えたし、サタンも消えたね。みんなワープ持ちやん。え、お礼は何のために頑張ったん。こいつら一回ここに捕獲したことによって銀河団は何かしらの目的を達成したやろ。その後にあいつら助けても僕に何のメリットもないやん。銀河団の目的を阻止するためにね、あいつらは助けに来たのにさ。しかもお礼の一つもなし。最悪手持ちに入れよ。で、あの伝説の3匹あれやろ、勝手に人間って悪いやつやと思うんやろ。人間の僕が助けたったのに。あー、そんな役回りですよ、ほんま。何のために頑張ってん。これ天眼山行けってこと。じゃあまた一軍の皆さんに帰ってきてもらって、まあ鈴村さんがそのままレギュラーしてもらってね。はい、じゃあまた一軍でやっていきましょう。